ようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうも、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回のテーマはこちら、新日本プロレス絆ロード2021 6.22 後楽園ホール大会見どころ&振り返りスペシャル。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画はつい先ほど終わりました新日本プロレス 6.22 後楽園ホール大会の全5試合の見どころ振り返り会という形になりますので、皆様最後までお付き合いくださいという形でございます。はい、じゃあ早速1試合目からいきましょう。第1試合、上村優也 VS 太一という形でございます。はい、この試合なんですけども、まもなく佳境第4戦というところですね。ヤングライオン対トップ選手というところの、上村選手からしたら第4人目の刺客、こちらが太一選手という形になりました。まあ、正直ですね、これ太一さんも正直言って全然上村選手とやる気はないみたいな雰囲気のツイートもずっとしている中で、正直言って第三者として見てる我々側もですね、上村選手と太一選手の接点というか、なんか熱くなる戦う理由っていうのがちょっとなかなか見出せなかったと正直言って僕は事前で思っています。まあ、上村選手としてやっぱり一戦目で戦った鈴木実選手ね、やっぱそこに関してはずっと前からも狙ってた選手っていうので、そういった熱い思いであるとか、そういったのは重々わかるんですけれども、まあ、同じ鈴木軍のこの太一選手とは不思議なぐらいさほど因縁がなかった。まあ、同じ鈴木軍の鈴木実選手に対して常にガーって言ってる部分があったので、さあ、ここでさ、どういったものを見せてくれるのかっていうのがあったんですが、おそらく上村選手もそういった事前に、まあ、我々側の気持ちっていうのを察してたのかもしれないですね。ゴングが鳴る前はもうじっと耐えてたんですけど、ゴング鳴ってからもエルボーの奇襲をしました。上村選手が奇襲で仕掛けるっていうのは非常に珍しいパターンって言えるんじゃないかなと僕は思ってて、やっぱり一戦一戦しっかりゴングを鳴って、ゆっくりした展開とか、そういう開始をすごく大事にするイメージを僕は持ってたんで、そこで珍しい手法で、上村選手は攻めたなというふうに僕は思いました。まあなんでしょうね、クロスボディアタックがちょっとやっぱ得意技となろうとしてるのかなと思ってて、今日も場外にいる太一選手にエプロンから走り込んでのダイビングボディアタックとか、そういったのを決めたりとか、あと、まあ、ここ最近出してるスワンダイブ式のクロスボディ、ボディアタックですね、こちらも今日出したりとか、して大奮闘と言ってもいいんじゃないかなと思いながら、まあ、太一選手からするとやっぱり完全なる格下ね、の相手にどうテーマを持っていくかっていうとか、やっぱり自分自身、いや常に上から目線の立ち振る舞いから、まあ相撲とかね、相撲殺法っていうところで、上村選手との試合を組み込んでいこうとするんですけども、当然やっぱり太一選手の手のひらの上で転がされた部分っていうのはあったかもしれないですけど、やっぱりその中で上村選手は相手の技を切り返し、そして貫抜きスープレックスをまたしても決めましたもんね。今日は太一選手に決めました。まあ、今日の試合も勝つことはできなかったんですけど、なんとなくその自分自身の得意技を決めるための流れとか、そういったものっていうのが上村選手の中にも改めて芽生えつつあるんじゃないかなというふうに思いました。どうやったら自分の一番得意である技を決めるために、そこまでどういうルートを歩んでいくのか、どういう戦術を決めていくのかっていうところが、あったからこそ太一選手にも今日決めることができたんじゃないかなと、はい、僕は思った次第でございます。はい、で今日この試合勝ったのは太一選手が太一式ラストライドを決めて3カウント勝ちというところで、ございました。まあ、太一選手からすると試合後のコメントとしてはものすごく上村選手を評価した、発言があったので、これはまあある意味それを引き出したっていう時点で上村選手お見事だったなと僕は思います。はい、じゃあ次第2試合いきましょう。第2試合は辻陽太 VS ザック・セイバー・ジュニアという形でございます。はい、こちらも辻選手4戦目ですっていうところで、これまたちょっと不思議な対決っていうところですよね。
まあ、辻選手のやっぱり求めるスタイルっていうのはルチャリブレ、メキシコ、それに対してイギリス、英国のザック・セイバー・シニアのブリティッシュスタイルっていうところで、正直言ってその戦う戦術も流れも、そのバックボーンとしてるもの自体も大きく違うもの戦いっていうところで、まあ、先ほど第1試合目の上村選手対太一選手の試合同様、この2人の、戦う理由っていうところも含めて非常に試合内容っていうのが、うん、注目されることになったんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。うん、でまあ、分かりやすく、まあ、パワー対テクニックっていうような見方がね、当然あると思うんですけど、僕はやっぱここの試合で一つ思ったのが、ザック選手の、締め技、決め技をパワーで返そうとした瞬間があったんですよね。辻選手が持ち上げてバスターで叩きつけたりとか、そういったのがあったと思うんですけど、そこで、バスターとかで相手を叩きつけた後が実はすごく大事なんじゃないかなっていうふうに僕は思ってたんですよ。うん、正味、まずはそこからだと思うんですよ。ザック選手はこういう技を仕掛けてくる。じゃあ自分ができる反撃って何なのか。自分は相手よりも体格がある、体重がある、そしてパワーがある、筋力がある。じゃあ持ち上げよう。こう来たら相手をこうやってこう落とそうみたいな、多分頭が辻選手の中にあったと思うんですよ。だからこそのその攻防っていうのが生まれたっていうのは重々それは僕らにも伝わった部分あったんですけど、ザック選手っていうのは新日本プロレスのトップの選手でございます。そして自分自身あの体格も言ってしまうとジュニアの体重で、対ヘビー級と戦ってるわけですから、そして結果を出してるわけですから、自分よりも体重が重い相手、そして自分よりもパワーがある相手なんて5万とこれまで戦ってるわけなんですね。だから、パワー選手、パワータイプの選手がやってくる技、反撃方法なんて完全にインプットされてるわけですよ、ザック選手の中に。ということは、持ち上げて叩きつけられてからも、ザック選手はそこからもこう、さらに返すことができるぞっていうところが、すでにあるわけなんですよね。うん。だから、そこの手っていうところが、辻選手の次のステップになるんじゃないかなって。正直言って、ザック選手は特にその中でもテクニックタイプの選手なんで、なんても先の相手の動きを考えた上で自分自身の決めっていうのを持ってるわけなんで、だから対ザック選手のような選手と戦う、ザック選手のような相手と戦うときは、辻選手はそこから先の先の先を考える、うん、ものっていうのが必要となってくるんじゃないかなと。そしておそらく辻選手は対戦相手に対してちゃんと用意してるものっていうのが考えてるっていう、シーンがこれまで全選手との戦いでありました。だとするのであれば、そこから先、こういう風に返そう、こういう風にこう来たらこう、こう来たらこう、こう来たらこう、それはあるの分かったんで、こう来たらこうで、多分相手はこう返してくるぞ、じゃあ自分はこう行くっていう、もう一層一層深い攻防っていうところを検討していくと、辻選手の戦いっていうのがもっと深いものになるんじゃないかなっていう風な、辻選手に対しての、なんて言うんだろうな、ポテンシャルっていうのを今日、さらに感じた次第であります。はい。で、今日この試合制したのは、ザック選手が、首4の字固めでギブアップ勝ちという形で、これまたザック選手面白いもんですね。首4の字なんてもう決め技というか、もう相手への痛め技っていうところがね、最近、ここ最近でも大前提の技とか、なんならもう、あまり使わない技っていうのになってる部分もあると思うんですけど、ザック選手クラスからしたら、その技もフィニッシングホールドとして使えるだけの、ちゃんと戦術戦略があると。いうところは分かった次第。もうザック選手はやっぱりその昭和の技っていうところをテクニックで復活させていける、ある意味技の再生工場と言ってもいいんじゃないかなっていうふうに僕は今日ザック選手のこの決め技を見て思った次第であります。はい。というわけで辻選手残すところあと一戦というところでございます。はい。じゃあ次の試合いきましょう。次は第3試合ですね。第3試合は矢野徹、岡田和親、翔陽対邪道、下道、エルファンタズモ、石森、体重組という形でございまして、明日 6.23 後楽園ホール大会で IWGP ジュニアタッグをかけて戦う六本木 3K 対エルファンタズモ、石森、体重組という形の最後の前哨戦でしたよというところでございますね。うん。で、まあ、この試合をエル・デスペラー選手が、まあ、今日ゲスト解説はもう終日、
デスペラード選手だったんですけど、そのデスペラード選手の見てる前で、その戦う、前哨戦を戦う二人っていうところ。まあ、石森選手からすると、デスペラード選手への挑戦、ジュニアのシングルのベルトへの挑戦も決定してるんで、ある意味目の前にいる対戦相手と、場外、解説席にいる、挑戦者っていう二つの目線との戦いっていうところ、でしたね。うん。で、まあ、ここでいくとちょっとデスペラード選手の、解説の声ですごくやっぱ気になったのが、今日この試合で一番印象に残ったことって何ですかってなると、ファンタズモと石森選手が対戦相手ケイオス軍の背中をテクニカルな技とかコミカルな動きで相手の背中を引っかいてダメージを与えていった、そのシーンが最後すごく印象に残るよねってことをデスペラード選手おっしゃってたんですよ。あ、そういえばそうだなと思って、勝ったのはチャンピオンチームなんですよね。ヨウ選手がゲドウ選手に 3K、 まあショーエンドヨウの合体技 3K が久しぶりにガチャーンと決まって、ゲドウ選手から3カウントを取った、勝ったのはチャンピオンチームにはなるんですけど、試合を通して確かに印象度合いでいくと、挑戦者チーム対チャンピオンチームのバチバチっていう感は正直言って感じなかったっていうところですよ。で、それは誰のせいなのかってなると、デスペラード選手曰くやっぱりチャンピオンチームからのそういった、熱っていうのを感じることができなかったからっていうのが、まあデスペラード選手の一つの評価だったりしたんですけど、実際どうなんすかね。まあこれはちょっと私の目からすると、やっぱりチャレンジャーチームが巧みなのは間違いなくて、最後の最後まで直接対決、まあその 3K 対バレットクラブジュニアの、対立構造っていうのをあえて最後まで作らなかったっていうのが、なんとなくチャレンジャーチームの戦術なんじゃないかなと。まあそれこそ自分自身たちの手の内を全て明かしきらないまま前哨戦も終えたいっていう多分意図があったんじゃないかなっていうのを僕は思ったんですよ。だからやっぱそれを相手に自分自身に向けることができきらなかった3Kのせいなのかというよりは、これはチャレンジャーチームがあえてそういう方向にしようとした、まあどこまでいってもやっぱりこういったものっていうのはチャレンジャーチームにやっぱり全ての優先権というか、そういったものがあると思ってるんで、あえてこのバチバチをしてこなかった、チャンピオンチームとのバチバチを選んでこなかった、まあ、チャレンジャーチームが精神的優勢という風になってるんじゃないかなって僕は、思った次第ですね。はい。そしてバックステージのコメントではちょっと気になる発言がありまして、矢野選手が持ってる KOPW ですね、 KOPW2021 こちらが最近ちょっと日の目を浴びてないですよっていうところで、これ絶対ドームで、戦うよと、この KOPW のタイトルかけて戦うよ、そしてそれは、ロイヤルランブルでやるよっていう形で言ってる、全員を幸せにするんだみたいな形で、ということは1対他の戦いになるということを矢野選手はひょっとしたら示唆してるんじゃないかなと。そしてそれに出ていくのは誰なんだろうかというところが、ちょっとこれからの、まあ、東京ドーム大会というと間もなく約1ヶ月後にある戦いなので、そこに名乗りを上げてくる選手が誰なのかっていうのも非常に楽しみなところじゃないかなと僕は思いました。はい、次の試合いきましょう。次、第4試合は永田裕二、小島聡、天山広義、伊吹光太組 VS 武士真田、内藤哲也、高木慎吾組という形でございます。はい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 、ここはもう間違いなく、1ヶ月後東京ドーム大会で、挑戦が決まりました。 IWGP 世界ヘビー級王座、チャンピオン高木対挑戦者伊吹のバチバチの前哨戦、これがもう決定してからの初めての前哨戦というところ。そしてそのイブスさんの脇を固めるのは元気いっぱい新日本プロレス第3世代という形でございます。第3世代の元気がいい、本当にこれね、僕まあ後でも言いますけど、僕がこの前先週言った言葉、先週の通常会で言った言葉が現実になると思わなかったですね。この後の試合後に言いますけど、いやーちょっと痺れましたね。これはちょっと面白いぞ。なぜ第三世代が元気だったのかっていうところを含めて全てわかります。やっぱりね、これはキャリア、とか今の格とか関係なく、やっぱり目的が定まった選手、人っていうのはとんでもないぐらい輝く、そしてそのいるその時その時がとんでもなく充実するっていうのを本当にまざまざと
感じさせてもらったなと第三世代から思った次第。そしてそんだけね、元気がいい第三世代に囲まれてるイブスさん、より一層元気になりますよね。こんなに頼もしい先輩たちが自分の背中を守ってくれてるとなったら、イブスさんもっともっと元気よくなりますよ。そして今日も高木さんとのやり取りの中で僕はすごく印象に残ったのが、試合後なのかな、試合後の場外でお互いこう座ってる状態で睨み合うシーンがあったんですよ。打ってこいよ打ってこいよみたいなやり取りしてるシーンがあったじゃないですか。これぜひワールドご覧、契約されてる方はご覧になっていただきたいんですけども、その時に高木さんがまあなんて言ったか全部聞き取れなかったんですけど、要約すると初代チャンピオンと第3代チャンピオン、まあ2代目はどっか行っちゃったけどよ、どちらが本当のチャンピオンなのか決着つけようぜみたいなことを言ってたんですよね。やっぱり高木さん分かりやすい、対立構造が非常に分かりやすいし、そしてイブスさんはその後やってやるよやってやりやすよみたいなことを高木さんに言ってたんですけど、そのイブスさんの表情がねすごくね楽しそうに見えたんですよ。僕の中でこれ思ったのが、やっぱりその57年会っていう中でね、やっぱ同級生っていうのあった中で、イブスさんってこれはちょっと語弊を恐れずに言うと、やっぱり口下手なところがあると思うんですよ。これは、あると思ってて、それは多分僕たちファンだけではなく、多分お互いのレスラー同士の中でもコミュニケーションを、やっぱり取りやすい選手なのかどうか、まあ口数が多い選手かどうかっていうのは別に含めてね、そういうのがある中で、高木さんっていうところは、その口下手なイブスさんをもう完全に受け止めて、いいぜいいぜイブシと、やってやるよ、分かった分かった、もうやってやるよという形で、イブスさんが言ってること思ってることを 100% 理解して、そしてそこに答えてくれるだけの男なんだなっていうのが多分イブスさんのあの顔を見て思った次第で、俺がやりたかったのはこういう戦いだよっていうような表情を僕はなんとなくイブスさんの表情から感じたんですよね。そして、今日この試合制したのは小島さんがブシさんから剛腕ラリアットを決めて勝ちましたというところで、まあちょっと内藤さんからすると、本日が誕生日、あ、内藤哲也選手お誕生日本日おめでとうございます、はい、という形で、今日が誕生日というところだったんですけども、まあ残念ながらバースデー試合を勝利で飾ることはできませんでしたというところなんですが、今日このバックステージのコメントでもあったのが、小島さんが、なんて言うんだろうな、元気いっぱいだぜ、俺たちは、っていうところで、内藤、ちょっと元気ないんじゃないかって、一回り上の俺がこんなに元気なのに、みたいな、内藤さんに葉っぱをかけるようなシーンがあったんですよね。そしてそのコメントを入れた時に、イブスさんが現れて、僕も内藤さんと同い年ですよ、みたいな形で現れて、僕もそうですよ、そうですよ、みたいな形でね、言ってた時に、イブスさんがその後言ったのが、この僕たち昭和57年会でもう完全に面白くするぜ、みたいな発言を、57年が全てを支配しますよっていう言葉を残したんですよね。これはちょっと深いぞと。まあ今ね、どのベルトに挑戦しようが、どの立ち位置でいようが、やっぱりその57年会っていうメンバーがやっぱ新日本プロレスにも多くいる中で、そしてその方々が多くベルトに関わってる戦いをしてる。っていうのが非常にやっぱりこれがまあその言葉全てですよね。やっぱり今一番脂が乗り切ってると言ってもいい世代だと思うので、やっぱり今後やっぱそのイブスさんの言葉含めてですね、非常に楽しみにしたいなと僕は思った次第です。はい、というわけで本日のメインイベントいきますか。メインイベント第5試合、ネバー無差別級6人タッグ選手権試合、チャンピオン吉橋石井智弘後藤博之組 VS チャレンジャーチームディック統合高橋裕次郎イービル組という形でございます。はい、こちらですね、正直言って私はこの試合チャンピオンチームやばいんじゃないかってずっと思ってました。その理由として、今日このバレットクラブチームに入場時にですね、ピーターさんが帰ってきてくれました。ピーターさんお帰りなさい。いや、僕もツイッターでね、コメントでもツイートでも大騒ぎしちゃったんですけども、本当にね、めでたい、めでたかった。先日ね、太一選手のディーバーの阿部美穂さんが帰ってきてくれましたってのもあって、ということはピーターさんもこれは秒読みまで来たかっていうようなね、噂がちらほらあったんですけど、本日帰ってきてくれました。本当にね、やっぱピーターさんがいるいないでやっぱ鼻が違うな。本当にね、もうビューティフル、
マジビューティフル、うん、ビューティフル、セクシー、そして試合中、これね、これね、ぜひ皆さんワールドご契約の方見直していただきたいんですけど、ビクトーゴ選手があのフェイスロック、クリプラフェイスロックを、あ、クロスフェイスか、クロスフェイスを石井選手に決めてる時に、あのピーターさんがずっとコーナー際で、頑張れ頑張れって踊りながらね応援してるんですよ。そのね応援の仕方がめちゃめちゃキュート、キュートでした。これね、ぜひね、ワールドご契約されてる方は見ていただきたい。そしてそれを見た方、ぜひキュートだと思った方は下のコメント欄に同意のバックをください。はい。ぜひコメントいただければなと思っております。もうほんとね、やっぱり花だな、花ってこういうことを言うんだなとピーターさんから思った次第でございます。ぜひね、これからもあの感染症対策にしっかりバチシな対策を立てていただいた上で、ここ一番の戦いで、ピーターさんの入場を楽しみにしたいなと思った次第であります。はい。で、まあ、実はそういったピーターさんフラグっても立ってたんで、これバレットクラブ、これワンチャン行くんじゃねえかと僕思ったんですよね。うん。で、実際ね、やっぱりビッグ東郷選手の、活躍ぶりが半端なかった。やっぱりマッチアップとしては石井選手という形になってきたんですけど、うん、やっぱりディック統合の魅力、まあ、セコンドとか戦略戦術っていうところ、うん、もう今日炸裂しまくってたんですけど、1シングルプレイヤーとしての活躍っていうところも今日ふんだんに見せてくれますよね。ディック統合は強い、うん、これはもうね間違いなく僕たち新日ファンの心に響いたと思います。ディック統合強いわ、本当に、うん、素晴らしかった。もうここまで追い込まれた試合なかったんじゃないですか。そしてここまで石井選手がもう完全に死にたいの瞬間がたくさんありましたよね。あそこまで追い込まれる石井選手を見たのは初めてじゃないかなって僕思いましたよ。うん、本当にね、あ、完全にこれもう負ける、チャンピオンチーム負けちゃうと思った瞬間めちゃめちゃありました。本当に。でも、今のチャンピオンチームは本当強え。今日勝ったのは、その石井選手が、ディック統合選手に垂直落下式ブレーンバスターを決めて、防衛。6度目の防衛っていうところで、さらに防衛記録を伸ばしましたというところ。ちょっとこれね、誰が、こんだけね、タイミングとか、出来事が揃った、バレットクラブの挑戦、まあ正直言ってここまでの最強の挑戦者とタイミングだと僕思ったんですよ。で、そんな挑戦者もぶち破ったチャンピオンチーム、ちょっとね正直言って僕この勝った瞬間、じゃあこのチャンピオンチームに勝つのは誰が挑戦したら納得できるのって僕ずっとねハテナハテナだったんですよ。勝った瞬間、どう、誰が行くんだろうと思ったら、第三世代永田、天山、小島がガガガガッと現れて、石井選手たちにね、挑戦表明していくわけですよ。これちょっとおもろしろくなるぞ。おそらくこれでもうほぼ決定でしょう。チャンピオンチーム対第三世代、ネバーシックスメンタッグ、舞台はどこになるのか。これは非常に楽しみ。だから僕これ前回の先週の通常会で僕言ってたと思うんですよ。ね。まさにそれがね、第三世代として、ネバーシックスメン、挑戦する日が来たらいいなって言ったら、叶っちゃったよ。これマジで嬉しい。僕は第三世代、ちょっと申し訳ないけど、これチャンピオンチームには申し訳ないけど、第三世代を大きく応援したいと思います。はい。というわけで、本日 6.22 新日本プロレスの後楽園ホール大会の、見どころ振り返り会という形になりました。ぜひ皆様のご意見ご感想を聞かせてください。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見をこの YouTube のコメント欄、 Twitter のコメント欄、 DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集させていただいております。この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてみたいな形でどしっとぶつけていただければ、ちょっとお時間をいただくかもですけども、形にして皆様にお届けしたいと思っておりますので、これからもこの動画のリクエスト、皆様よろしくお願いいたします。そして、忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらもポチポチと押していただいて、これからもこの妄想プロレスチャンネルのシェイクの動画を楽しみにしていただければと思っております。というわけで、最後までお付き合いいただいた皆様、どうもありがとうございました。お届けしましたのは、
妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。またね、バイバイ。